突然呼び出してすまない。重要な話があってね。いえ、戸渡議員の件ですね。まあ長い時間がかかったが、ようやく戸渡を追い詰める材料が揃った。本日不正防止取締会にこの件を告発する。高槻、田所、芦野、よくここまで頑張ってくれた。通常業務の傍ら、君たちには大変な思いをさせたね。申し訳なかった。祇園寺さん、頭を上げてください。私たちはあなたについていくと決めてるんです。理事長の言う通りですよ。一番大変な思いをしたのは祇園寺さんじゃないですか。終わるんですよね、これで。ああ、長い戦いにようやく決着がつく。これで駿河も戸渡との縁が切れる。狙いはそこだったんですね。あなたは駿河大臣を救いたかった。彼にとったらこれは救済ではないだろう。でも確信している、この地獄を終わらせることが始まりの第一歩だと。同感です。いい加減終わらせるべきだ、こんな無意味な争いは。祇園寺さんと駿河大臣は本来であれば手を取り合い肩を並べるべき二人なんです。できることなら私もそうしたかったよ。その件なんですが、これまで断片的には聞いていましたけど、俺と芦野は過去に何があったのか全てを知りません。もしよろしければ教えてもらえませんか。三人しか知らない過去。ああ、お前たちには知っておいてほしい。高槻、いいね。ええ、もちろんです。駿河、冬一とはいわゆる幼馴染だった。昔から何をするにも一緒だった。音楽を始めてからはさらに絆は固くなり、かけがえのないバディになった。つうことで、今説明した通りだ。お前らにはこのフェスの集大成として最後に全員で協力し、この楽曲を完成させてもらう。また突飛なこと思いつくよね。フェスで終了じゃないんだ。うん、実はこれ祇園寺さんからの課題だよ。マジかよ、すごくね。おお、すごい。俺らが期待されてるってことだよね。そうだろうな。あの人は確信を持ったことしかやらない。はい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 、やります。俺めちゃくちゃ頑張ります。つうか一個いいか、その曲メロも歌詞もできてんだろ。誰が作ったんだ。僕も気になってました。田所先生ですか。うん。何黙り込んでんの、なんかあるわけ。この曲を作ったのはかつて存在したラプターというユニットの作曲家だ。名前は駿河冬一。はあ、マジで言ってる。あいつが作曲。ちょっと待ってください、どういうことですか。あの男は作曲家だったのか。ああ、祇園寺さんは駿河と音楽活動をしていた。ふん、それは初耳。二人はカラーレーションからデビュー予定だったが、その道は閉ざされた。この楽曲は世に出ることのなかった幻のデビュー曲だ。幻ね。この曲はね、メロディーだけ作られたまま眠りについてたんだ。それでも祇園寺さんは長い時間を経てこれを完成させるって決めた。歌詞は祇園寺さんが書いてくれたものだよ。すごい、総裁自ら詩を書くなんて。曲のタイトルは If。 作曲チームは5人で協力して楽曲のアレンジを作れ、ボーカルチームはこの曲を完璧に歌い上げろ。分かったな。あの、一つ質問してもいいですか。どうして総裁はこの曲を突然完成させたいと思ったんです。俺もそれが気になってた。正直あんまりやりたい課題じゃないな、駿河が作った曲なんて。そうだな、俺もあのおっさんはマジで許せねえ。未来君が許せない人は俺も許せない。つうか何、嫌がらせ。吐き気するんだけど。あの男は色の葉やカラーレーションを潰そうとしている張本人だぞ。え、そうなんすか。
全然知りませんでした。ま、ゲロゲロリンのクソ野郎だっちゃ。おい田所、てめえなんで止めなかったんだ。あのね、みんなこれは。てめえらは本当にガキだな。誰が作ろうと音楽は音楽だ。曲には罪はない。音にリスペクトがねえならここから出ていけ。そんなやついらねえ。消えろ。この曲はギオンジさんのメッセージだ。メッセージ？かつてバディだった親友への手紙なんだ。歌詞にはその思いが詰め込まれている。もしあの時違う選択をしていたら、もしあの時こう伝えていたら。綴られた言葉は後悔のようにも見えるが違う。この歌詞を最後まで見て俺は思った。ギオンジさんはまだ諦めてないんだと。確かに駿河は俺らカラーレーションを排除しようとしている張本人だ。ギオンジさんだってそれは痛いほど分かっている。ただギオンジさんはそれでも伝えたいことがある。たった一人の親友に向けて。人生に遅いも早いもない。やり直そうと思えばいつだってやり直せる。お前らだって分かるだろう。今回のフェス、ペアの相手と楽曲制作をする中でくじけることはなかったか、もう無理だと思うことはなかったか。大事なのは転んでも立ち上がる勇気だ。くじけても前に進もうとする粘りだ。お前ら全員が終着地点にたどり着けたのはその気持ちを教えてくれた相棒が隣にいたからじゃねえのか。ギオンジさんはここまで来るのに35年かかった。今だからこそ駿河に伝えたいんだ。人生をリスタートしてほしいと。リスタート？どんな思いでこのイフを仕上げるか。今回俺と葦野は一切口を出さない。自分たちでよく考えろ。この曲に隠された思いを感じろ。そして届けろ。最高の形でな。最終課題はそれだ。君たちなら絶対にできる。僕と田所さんはそう信じてる。ねえみんな、やれるよね？返事はどうしたの？君たちの音楽に対しての気持ち、そんなものなの？違うでしょ。もう一度言う。やれるよね？わかった。俺歌うわ。小宮山くん。僕もやります。はいはい、俺もやらせてください。俺も歌わせてください。いや俺もやる。こうなったら最高の曲にしてやろうぜ。そうだね、頑張ろう。本意ではないが曲に罪はない。俺もやる。まあここまで焚きつけられちゃね、やるしかないか。カエリ君がいれば最高の最高だから心配すんな。ったく、ムカつくから超本気出してやる。おせつのガキどもが。うんうん、これこそがこの子たちですよね。俺たちの集大成見せてやろうぜ。皆さん頑張りましょうね。よし、それじゃあ楽曲のデモ流すよ。歌詞も今から配るので、まずは全員で通しチェックしてみよう。